こんにちは、安藤祐介です。今日はなぜ介護施設には利用者さんに対して優しい職員と優しくない職員がいるのか、その理由を説明したいと思います。結論から言えば、優しくない職員はいないんですけど、うまく優しさが発揮できない職員はいます。その原因となっているのがゆとりがないことなんです。それではお伝えします。僕らはゆとりがないと人に優しくするのが難しくなります。例えばあなたが通りすがりの人に道を尋ねられたとします。この時に時間や心にゆとりがあれば丁寧に親切に対応できると思います。もしかしたら現地までの道案内までしてあげられるかもしれません。でも他に用事があって忙しければそこまでの対応はできないと思いますし、他の人に頼んでもらっていいですかと案内自体断るかもしれません。でもそれはあなたが優しくないからじゃないですよね。ただ時間や心にゆとりがなかった、それだけですよね。これは介護にも似たことが言えると思います。例えば何度も何度も同じことを聞いてくる認知症がある利用者さんがいます。何度も何度もトイレにお連れしてもその都度尿意をお席で訴える頻尿の利用者さんがいます。こういった方に対して業務にゆとりがあって、職員の人数にゆとりがあって、ご自分の心にゆとりがあれば何度だって笑顔で対応できると思います。でも現実は毎日忙しいですよね。職員の人数ギリギリですよね。身も心も疲れていますよね。だから優しくできない、それだけなんです。あなたもあなたの周りの方も優しいんですけど、優しさがうまく発揮できていない、そういう状況にあるというだけなんです。もしあなたが利用者さんに優しくできない日があったとしても、利用者さんに対して冷たい同僚がいたとしても、ご自分やその方を責めなくて大丈夫です。一度でもこの介護というお仕事をやってみようと思った以上、本当に優しくない方というのはいないんです。ただ今の介護が、今の現場があまりにも忙しすぎるというだけなんです。そして忙しすぎるということは、みんなそれだけ一生懸命手を抜かずに現場で介護をされているということじゃないでしょうか。あなたもあなたの周りの方にも優しくない方はいないんだということ、どうかそれを忘れないでいていただければと思います。今日の話は以上になります。あなたのことを応援しています。ありがとうございました。 Thank you.